カラオ・アラビアン・アルメニア出身ソ連の建築家、都市計画家、20世紀初頭のソ連で活動した。生まれはキロババード。1929年プロレタリア建築家同盟、バブラを創設。後に死である、公正主義建築家たちをプチブルとして批判。特に、コンスタンチン・メイリニコフやイワン・レオニドフには、旧敵のように攻撃した。作品は、 赤軍の劇場、スターリングラード戦災復興マスタープランなどで知られる。1917年、20歳時にティフリスの学校課程を終了。アルメニアの共産党に参加。1920年、トビリー氏の地下印刷組織で活動。1921年、アルメニアの東張離脱ダ,ダシンクバンドと戦い、アルメニア共産党の機関を率いて、 数年間働いた。1923年、アルメニア共産党中央委員会は、高等芸術技術研究所ブフテマスの建築学科で勉学を目指すアラビアンの援助を決定。こうして25歳でブフテマスに入学する。1929年、ブフテマスを卒業し、イエレバンで仲間と活動を開始する。1929年から1931年に、 建設労働者クラブ、獣医学校寮、その他エレバンの公共ハウジングをいくつか設計していく。1932年からモスクワに活動の場を移す。ソ連軍劇場、全組合農業展覧会、施設地下鉄海洋駅、クラースナやプレスカや駅入口構造などや、アルメニアパビリオンなどの重要な建築の数々のデザインを担当。ソチのアパート、 モスクワの公共建築もいくつか手掛ける。1932年、ソビエトパレスコンペティションでは第4次まで残る。1936年、英国王立建築家協会名誉会員に選出される。その後優れた建築家に与えられる建設と建築のソビエト社会主義、共和国連邦アカデミーの会員にも選出。アカデミーで長年理事として活動し、 その後アカデミーを1937年結成の全ソビエト連邦建築家連合への発展に向かわせた。1943年からはスターリングラード都市計画業務担当。第二次大戦終了直後のスターリングラード都市復興のための都市計画に従事、顕著な都市計画を示した。その後重篤な病気にかかり、1959年1月5日に死去した。 ありがとうございます。